はい、どうも、トクデビです。それで今回はですね、皆さん、チャプター4でもできる強いヒーロースキンを知っていますか？これは海外プロとかでも結構かなり使われていて、例えばこういうグレーのヒーロースキンだったり、真っ白のヒーロースキンとかでもよく使われていますが、今回はこういったホワイト、ブラック、イエロー、レッド、ブルー、グレー、グリーン、パープル、全8種類の強いヒーロースキンの作り方紹介したいと思います。はい、というぐらい早速紹介したいと思います。まずこの青いヒーロースキンの作り方、この色は結構海の中とか結構バレにくいヒーロースキンですね。で、ヒーロースキンの編集方法はまずこのスタイルを編集っていうのを押してもらって、はい、この画面に来たら OK です。で、まずはこのスーツパターン、これは2項目目のこれですね。これからの、マスクは一番右のこれにして、で、アイマスクはまあこれでいいでしょ。ベルトはなしで。で、右行って、プライマリー素材の方は、一番右の布地にしてください。色はこれですね。ピンクの上にあるやつ。これを選んでください。で、その右のセカンダリー素材の方は、これはスパンデックスにしてください。で、色の方も、これもまたね、同じピンクの上のこの青色のやつですね。これを選ぶことによって、このね、目立ちにくい色。まあ、海の中では目立ちにくい色になりますね。アクセサリーカラーは、まあ、これは何でもよくて。で、この目ですね。これは、まあ、エフェクトをこうやって、かけてみたりとか、こういう白色の目にしたりとか、まあ、今回かっこよくしたいんで、まあ、これにしますか。これからのこれ、これもうかっこいいでしょ。これかっこよすぎる。はい。で、肌の色合いはまあこれはね、スーツの下の方なんで、まあ何でもいいですね、これは。で、ステッカーはこれは好みで、まあ、今回これにしておきましょう。ということで、青色にしたい方はぜひ参考にしてみてください。はい、次はこの白色のヒーロースキンの作り方紹介したいと思います。まずはスーツパターンの方はビクトリアスにして、マスクをつけてアイもオフ、ベルトもオフで、でプライマリー素材の方は一番右の布地にしてください。カラーの方はこの黄緑色の上の方ですね、真っ白の右、この色にしてください。でセカンダリースーツスタイルの方はこれはスパンデックスにした状態で白色の右、この灰色にしてください。そうするとこの色になります。まあ、昔みたいな真っ白にはできないけど、まあ、一応ねチャプター4のシーズン4でもできますよと。ちょっと弱体化されたバージョンだけど、まあ、一応ね白色ですね、これは。でアクセリーカラーは何でもよくて、この目の方はまあこれかっこよくしたいんだったらこれねエフェクトつけたりして、うおいいね。で肌の色は何でもよくて、まあ、今回トイレットペーパーにしますか。おーいい、なんかいい感じだわ。という感じで、このヒーロースキンは雪の地帯とか結構バレづらい色なんで、結構これ海外勢とかでも結構使われているスキンですね。はい、次はこの黒色ヒーロースキンの作り方紹介したいと思います。まずはヒーロースタイルの方は一番左のイントレピットにしてあげて、でマスクありのアイオフのベルトオフので、プライマリー素材の方は3つ目のプラスチックにしてください。で色はこのブラックにしてください。でその右のセカンダリー素材の方はこのメタリックにした状態でシルバーの色にしてください。黒はなぜか使えないんで、これはねシルバーにしましょう。こうすることによってこの色になりますね。はい、これもね昔よりかは弱体化されてるんですけど、暗い部分とかでは結構見づらいスキンですね。でアクセサリーカラーは何でもよくって、目の方はねこれはまあ、あーこれいいね、白色でもいいんじゃないかなと思います。いや怖い、これマジでなんか殺意感じるわ、この赤色だと。で、肌とヘアカラーは何でもよくて、ステッカーの方、これはまあ普通に1位でもいいんじゃない？まあ1位何でも似合うかもしれない。はい、次はですね、この灰色のヒーロースキンの作り方。これは結構競技シーンとかでもよく使われるスキンで、作り方なんですが、まずスーツパターンは3つ目のこれにしてください。マスクありのアイオフのベルトオフのプライマリー素材。これは一番右の布地にしてください。で、シルバーにしてあげて、で3つ目のこれはセカンダリー素材の方はスパンデックスにしてください。スパンデックスにして、これもねシルバーにしてください。こうするとこの色になります。はい、これねもう多分競技の中では一番使われていて、なんでかっていうのは目立たないから。例えば岩の裏とかね、めちゃめちゃ本当に色が似すぎてて、なので敵からすると当てづらいみたいな、これね結構いいと思います。でアクセサリーカラーは何でもよくて、この目の方はこれもね好みですね。まあこれが一番いいんじゃないか、これ一番目立たないでしょ。で肌とヘアカラーの方は何でもよくて、ステッカーの方はまあこれは好みですね、これもこれでしょう。はい、1位でいきましょう。はい、続いてはこの緑色のヒーロースキンの作り方紹介したいと思います。ちなみにこのヒーロースキンはゼロビルドとかでも結構使われるヒーロースキンですね。ということでヒーロースタイルの方はまずこれイントレビットにしてください。まあイントレビットは一番良かった模様ですね。でマスクありのアイマスクオフのベルトオフのプライマリー素材の方は布地にしてください。で布地にした状態でこのグリーンにしましょう。でセカンダリースーツスタイルの方はこれはスパンデックスにしてください。で、緑色にして、こうするとこの色になりますね。でアクセサリーカラーは何でもよくて、この目の色はまあエフェクト、あこれいいね、これめっちゃ似合うわ。まあ、今回これでいきましょう。で肌とヘアカラーの方は、何でもいいですね。はい、ステッカーの方もまあ何でもいい。ということで緑ヒーローの作り方は以上です。
はい、次はこちらの紫色のヒーロースキンの作り方紹介したいと思います。まずヒーロースタイルの方はこれはね、イントレビットにしてください。マスクの方はアリーで、アイマスクもオフ、ベルトオフの。プライマリー素材の方は布地にしてください。布地にして、これね、インディゴっていう色にしてください。セカンダリー素材の方はこれはスパンデックスにしましょう。で、これもね、インディゴっていう色にしてください。で、アクセリーカラーの方は何でもよくて、目の方はこれはね、好みでいいと思います。まあこれは無難にエフェクトなしの方が似合うんじゃないかなと思います。肌とヘアカラーの方はこれもね、何でもよくて、ステッカーの方もね、これも何でもいいと思います。ということで、パープルのヒーロースキンの作り方は以上です。はい、続いてはこちらの黄色のヒーロースキンの作り方紹介したいと思います。まずはこのヒーロースタイル、これイントレビットにしましょう。で、マスクの方はアイで、アイマスクオフの、ベルトオフの。プライマリースーツスタイル、こちらは布地にしてください。で、色の方はこの白色の下、イエローにしてください。で、セカンダリースーツスタイルの方はスパンデックスにしましょう。これもね、また同じイエローにしてあげて、そうするとこの色になりますね。このヒーロースキンは主に一番強い場所で言うと、このヒロバカコラボの期間中中にオールマイトの戦利品がね、上から降ってくると思うんですけど、そのオールマイトの頭の上に乗るとなんかね、バレづらいみたいな、結構ね色が似てるんで、まあそういう場所で結構バレづらい色だと思います。で、アクセリーカラーは何でもよくて、アイエフェクト、まあこれはまあ黄色が一番いいんじゃない。おー、めっちゃいいじゃん。まあ今回はこれでいきますか。で、肌とヘアカラーは何でもよくて、ステッカーの方はこれは何でもいいんじゃないかなと思います。ということで、この黄色のヒーロースキンの作り方は以上です。はい、続いて最後にこの赤色のヒーロースキンの作り方紹介したいと思います。ヒーロースタイルの方はこれイントレビットにしてください。で、フルマスクからのアイマスクオフのベルトオフですね。で、プライマリースーツスタイルの方はこれ布地にしましょう。色なんですけど、これブリックレッドっていう色にしてください。これ一番下にありますね。で、セカンダリースーツスタイルの方はスパンデックスにしてください。これもね、ブリックレッドにしてください。で、アクセリーカラーの方は何でもよくて、まあ、これでね、この色になりますね。で、この色の強いところは特にない。で、この色の強いところなんですけど、なんかオレンジ色の葉っぱをしている木の上とか結構強いですね。それ以外はあんまり強くないんですけど、まあ、木の上とかでも結構強いと思います。で、目の方はこれね、かっこよくしたいんだったら、これエフェクトつけた状態でこの赤色とかにしてみると、おお、なんかもうヒーローやん。で、肌とヘアカラーの方は何でもよくて、ステッカーの方はこれはね、好みですね。これも好み。はい、てな感じですね。はい、というぐらい皆さんいかがでしたでしょうか。ヒーロースキンはね、結構海外プロとかでも結構使われているスキンなんで、よかったら皆さん今回紹介した8種類のヒーロースキンのカスタム参考にしてみてください。ということで、今回ですね、この辺で終わりたいと思います。よかったら皆さん高評価の方も忘れずによろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もね、ぜひお願いします。ということで、それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。